今回のカートップ TV は押しべるつつも生産終了したスバルのボクサーエンジン EJ20 の魅力に迫る。30年の長きにわたり熟成され第一線で活躍を続けた国産でも珍しいスポーツユニットだ。筑波サーキットに持ち込んだのはノーマルの WRX-STI と富士スバルが製作した台数限定のコンプリートカー TC380。 ドリキン土屋圭一が希代の名機をぶん回す。皆さんこんにちは、世界の DK 土屋圭一です。今日は皆さんにっていうか、このカートップ TV ってさ、俺1年半ぶりなんだよね。まあご無沙汰っちゃご無沙汰ですよ、本当に。ご無沙汰してました。今日はですね、もうスバルが誇るこの EJ20、 これがね、もう30年近くこのエンジンでやってきたスバルがもう本当に終えるということなんで、この EJ20 ノーマルと、新井 社長が作り上げた TC380、やっぱね、まあ、この EJ20 っていうエンジンはトヨタの AE86 みたいなもんですよ。乗り比べてみたいと思います。スバル珠玉の名機、さらば EJ20、 ドリキン土屋圭一、筑波全開試乗。1992年に登場したインプレッサ WRX シリーズの流れを組むスポーツセダン。現行型は2014年にデビュー。名機 EJ20 は頭頂倒幕エキゾーストの採用やショートストロークピストン、ツインスクロールターボなどを組み合わせることにより308馬力を発生。30年の長きにわたりモータースポーツで鍛えられ、絶えずブラッシュアップを行っており、2リッターターボエンジンとしては今なお世界トップレベルの実力を持つ。STI はこのマシンでニュルブルクリンク24時間耐久レースに挑戦しており、6度のクラス優勝を遂げている。まさに完成の域に達したスポーツセダンと言えるだろう。しっかりしてるね、前も後ろもさ、すごいしっかりしてる。まあ、タイヤが冷えてる時はしょうがないんだけど、2周目から温まってきたら全然前も後ろもすごいしっかりしてる。四輪が設置してるっていう感じの四駆だよね。だよね、ほんといいエンジンだこれ。スバルとさ、大砲でこうやり合ってきたっていうね、歴史があるからね。エンジンがなくなるのはちょっともったいないな。ねえ、ほんとなんかいいエンジンだよ。まあでも世の中にはね、そのルノーにしても
そうだしさ、プジョーにしてもそうなんだけど、やっぱこう2リッターターボでいいエンジンいっぱい世界ではね作ってきてるから、そういう意味では時代なのかな。ドリキン、全体的な車の仕上がりはいかがでしたか？乗りやすい車だね。本当なんかこう落ち着いてこう安心して飛ばせる車だよね。群馬県前橋市に本社を置く正規ディーラー富士スバルが2018年に50台限定でリリースした WRX-STI をベースとしたコンプリートカー。世界ラリー選手権や全日本ラリー選手権などで活躍するラリードライバー荒井俊弘選手監修のもと、競技で培ったノウハウをフィードバック。HKS の GT3RS スポーツタービンキットやスーパーターボマフラー、荒井モータースポーツ社製のエアフィルターなど、給排気系をメインとしたチューニングを行うことで最高出力は380馬力までアップ。また今回テストしたプレミアムパッケージは、荒井選手が考える究極の WRX-STI を具現化するために、コックスのボディダンパーキットや HKS のハイパーマックス G サスペンション、横浜ゴムのハイグリップタイヤ、アドバン A052 を装着している。現在は完売してしまっているが、コンプリートカーとしてノーマルの良さを生かした正常進化版 WRX-STI と言えるだろう。ドリドリー、ノーマルと比較して TC380 の評価はいかがですか？これは早いわ。ノーマルに対して、まあ、パワーはあるし、乗りやすさに関してはノーマル の、 この延長線上にあるっていう車でね、全然別物ではない。すごく乗りやすいと思う。さあ、いかがだったでしょうか。スバルの名機 EJ20、このエンジンはね、もう本当にスバルとしてはこれが最後になりますけれども、やっぱりこの時代、一時代を築いた、黄金時代を築いたスバルの名機だなと思います。またこちらのチューニングカーですけれどもね、 TC2380、これに関してはやっぱり本当にノーマルのずっとその何だろう、ノーマルの良さを残したまま本当にこう進化していって、ここにたどり着いたっていう380馬力じゃないかなと思います。本当にノーマルの出場を全く壊してない、TC380、 これはもう本当なんかチューニングしていくと、今のシビックタイプ R だとか、やっぱりプジョーだとかルーノーと勝負できる車に立ち向かうだけの、車になってるんじゃないかなと思います。スバリストだけでなく、数多くの車好きに愛された水平対向エンジン EJ20。今後スバルからは EJ20 後継エンジンが登場するだろうが、これからも EJ20 搭載車は人気を維持し続けるのは間違いない。車好きが求めるスポーツユニットとして終わったわけではないのだ。